難関17番パー5に来ました。右はずっと池です。ナイスショット。このホールはドライバーの飛距離によってレイアップをしたりしなかったりでかなり戦略性の高いホールとなっています。ちょっと日陰気味で左のカート道方面に行ってしまいました。カート道より左に行ってしまいました。これはちょっとレイアップしなければならないような気がします。ちょっと左、これも和田選手と同じ方向に飛んでいます。17番のパー5に来ています。このホールは非常に戦略性の高いホールで、ドライバーが飛ばない場合には川がここから約200ヤード先に横切っていますのでレイアップの必要性が出てきます。花渕選手、池まで約200ヤードありますが、さあどういうチョイスを選ぶか。ちょっと左に、これも越えて狙っていったか。レイアップしました。ナイスレイアップになってます。パー5、3打目地点に来ています。3選手とも、レイアップを選んでレイアップしています。和田選手の残り140ヤードです。リンゴルフはカウントバック制なのでこのホールでバーディーを取ると非常に有利になります。ナイスオン、ナイスショット。上竹成美選手レイアップしましたがギリギリでした。残り100ヤード寄せてバーディーを取りたいところです。ピンに向かって飛んでいます。ナイスオン、ナイスショット。花渕選手レイアップでしたがなんと橋の上のハザード内に入ってしまいました。このまま打つしかありません。救済が取れません、ハザード内なので。ナイスショー、ナイスオン、ナイスショー。花渕選手ハザード内橋の上から救済なしで打ったショットなんと OK バーディーでした。ナイスショットでした。ナイスバーディーでした。さあ和田選手下りのスライスバーディーパットです。さあ打ち切ることができるか。ナイスタッチ、ナイスパー。上竹選手バーディーパットです。約 1.5 メートル下りのスライスラインです。読み切れるか。ああスライスをちょっと読み切れませんでした。ナイスパー。
399ヤードパー4、18番です。さあ最終18番、長いパー4です。カウントバックで有利なパーは絶対できればバーディーを取りたいと思います。右の方に来ました。バンカーに入っ今入っていないと思います。右フェアウェイだと思います。ドローがかかってフェアウェイ左、フェアウェイ右にナイスショットです。カウントバックには非常に大事な18番ホールです。パーは取らないと同順位の場合には下ろされてしまいます。さあ上りも入れて190ヤードのショット、ちょっとダフったような感触があり、ショートでした。約20ヤードほどショートしたでしょうか。このショットも上りを入れて195ヤードほど打たなくてはなりません。雨回りプラス5ヤードかもしれません。左にスリットに当たってますが、左に乗ったようです。左に乗ったらショートか、ちょっとショート。さあ和田選手、残り約170、グリーン周りに来ています。花口選手、ちょっとショートか、さあこのスミレ選手、約10ヤードのアプローチを、パターを使いません。さあ寄せることができるか、カウントバックあります。寄せきれない。カウントバックがあるのでボギーは叩けません。上谷選手は難関18番見事に2オンしています。約10メートルの下りのスライスラインが残ってます。さあスライスラインを読み切ることができるか、または下りを怖がらずに打つことができるか。ナイスタッチ、ナイスパ。打ったか、惜しい、惜しくもボギーとなってしまいました。これは外してしまいました。お疲れ様でした。上竹なるみです。今日のスコアは74でした。2オーバー。2オーバーです。2オーバーはね、今んとこ2位なんだけど、はい、カウントバックなんだよね。最後パーだったよね。パーです。あ、それって結構有効かもしれない。ボギーの子が多い2オーバー結構いたよ。あ、本当ですか。うん、お楽しみに。はい、はい、反省点は、ショットが最後までなかなか調子に戻らなかったので、うん、まあ、ショットの調子ちゃんと調整して戻せるように練習します。はい、またこの次も頑張ってください。12月15日なんで、はい、ぜひぜひ参加して優勝してください。はい、はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。和田すなみれです。前半が35で、後半が39で、計74ストロークでした。前半は良かったんですが、後半でボギーが止まらなくて3つ打ってしまって、でまた練習をもうちょっとして頑張りたいと思います。次回バーディー取れるように頑張ります。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。野口里穂です。今日は75でした。惜しかったね、最後18番。
一日通してちょっとパターがひどかったんで、ちょっともうちょっと頑張ります。そうだね、はい。まあ、でもあの18番の寄せがちょっとショートしたのが残念だけど、はい、止まっちゃいました。次頑張ってください。はい、次頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。吉田貴香です。今日のスコアは78です。前半37で耐えるところ耐えられてたんですけども、後半雨でちょっと今スイング直してるところで、その良くないスイング全部出ちゃって全然こらえきれなかったです。次も頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、谷田ゆりかです。今日は楽しい日でした。そうですね、あの前半の反省で、後半はあのパーオン率が高くなって、あのスコアを止めることができたと思います。ご苦労様でした。ありがとうございました。2回連続かもしれませんね。どうですかね。また12月15日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、柳さん、こんにちは。今日は80回でした。セカンド以降が全然ダメだったので練習してまた頑張りたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。北堀朝日です。今日は82回でした。前半の反省が活かせずに、後半重たいグリーンに苦しみ、崩れちゃったね、後半スリーパットをしてしまいました。なのでやっぱそう、後半立て続けにボギー打ってしまったところがあるので、そういったところも今後あの練習して崩さないようにできるように頑張ります。私は沖野晴美です。今日のスコアは77でした。前半ショートパットが全く入ってくれなかったので、後半は結構気合い入れてラインとか読んだんですけど、後半もやっぱ思い通りに入ってくれなかったので、また家に帰ってパターンの練習中心に頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。また12月15日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、シングルお花見です。今日は75回でした。短いパットがなかなか入らなくて苦戦したので、また練習頑張りたいと思います。ありがとうございました。12月15日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。はい、はい、大島さらさです。今日は2オーバーでした。お、2オーバー。はい、ナイスラン。パターが、何ホールかちょっと入ってきれなくて、スコア伸ばしきれなかったんですけど、まあ、2オーバーで生まれてアメリカだったんです。18番はパーでした。お、17番はボギーです。あー、ちょっとボギー、はい、ちょっとね、楽しみにしててください。一応2オーバーは2位タイのスコアなんですけど、カウントバックが、17番もったいなかったですね。スリーパットしちまったんで。12月15日もよろしくお願いします。その時は結構人数も出ると思うんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。2オーバーです。156バーディーバーディーでイーブンもしたんですけど、17イキネでダブ打ちました。それが最大の反省点です。18番はパーです。おー、パーだもんね。はい、わ、はい、かりました。12月15日もやりますので、はい、頑張ってください。ると思います。はい、お疲れ様でした。岡谷美です。公開者今日74でした。反省点はまあいろいろあるんですけど、最後のボギーですね。18番ボギーだったの。18番ボギーです。カウントバックしてたら、はい、ありがとうございました。17番はで、17番はパーです。パー、はい、わかりました。7番の子です。今日は75です。今日の反省点はちょっと楽しすぎて集中できなかったところだったので、初っ端をオーバーしちゃったので、でも後半からちゃんと集中してバーディーも拾えたので、カウントバックには強いかなと思います。初っ端 OB の割にはね。そうなんですよ。スコアでした。後半初っ端 OB やった割にはですね、はい、で18番は18番はパーでした。17番もまあもうガッツパーだったんですけど、16番でバーディー取れたんで、おお、それはちょっと、まあ期待してください。期待します。でもちょっと2オーバーがたくさんいるんで。そうなんですよ。はい、ということで12月15日もぜひ参加して頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、皆様お疲れ様でした。今回記者役を開催してくださったミンゴルフ様、そしてあの白鵬カントリークラブの方々、皆様ありがとうございました。今日は雨の中粘り強いプレーが
できてとても嬉しく思います。これから寒くなりますので皆様お体ご自愛ください。ありがとうございました。おめでとうございます。2連覇おめでとうございます。12月も頑張ってください。はい、頑張ります。ミッションヒルズ来てください。行きたいです。